皆様こんにちは。内藤証券中国株情報の時間です。本日も東京日本橋兜町内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110から生放送でお送りします。解説は内藤証券投資調査部チーフストラテジストの千原康弘さんです。千原さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それではまず中国株式市場の動きを振り返ってまいります。中国本土市場の上海総合指数は昨日6月13日火曜日の終値が 3233.673 ポイントでして、先週6月6日火曜日の終値に比べ 1.2% 高でした。続いて香港市場のハンセン指数は昨日6月13日火曜日の終値が 19,521.42 ポイントでして、先週6月6日火曜日の終値に比べ 2.2% 高となりました。それでは直近の動きについて解説をお願いします。はい、ではですね、中国本土市場の動きから見ていきたいと思います。こちら上海総合指数ですね、では左から見ていきたいと思います。4月の下旬から命令連休を挟んで上昇が続きまして、5月8日にはですね、ザラバで節目の3400ポイントに達しました。この上昇相場で買われたのが中国の特色あるバリエーション銘柄でした。これはですね、中央政府系国有企業の上場子会社の株式や、中国独特の産業に関連した銘柄を意味します。米中対立や海外情勢の不透明感が強い中で、リスク回避志向が強まりまして、このような銘柄が注目されました。しかし上海総合指数が節目の3400ポイントに達したことを受けてですね、それまで堅調だった中国の特色あるバリエーション銘柄が今度は利益確定売りに押されました。上海総合指数はですね、5月の9日から5月の12日にかけて大幅に4日続落となりまして、節目の3300ポイントを割りました。そして5月の中旬に入りますと、G7 広島サミットやアメリカの債務上限問題など海外情勢のですね、不透明感が強まる中で、上海総合指数はこの青い線で挟まれた3250から3300ポイントのですね、ボックス圏で膠着していきます。しかし5月23日から5月25日にかけて大幅に3日続落になりまして、今度はですね、ボックス圏を抜けたんですけれど、ザラバでですね、節目の3200ポイントを割り込んでいきます。アメリカのインフレと利上げが長引くとの見方がこの時は、広がりまして、海外投資家が人民元建ての株式を売り、米ドル建ての資産を買い戻す動きが強まったんですね。でこの他にも大手の中国の経済誌がですね、先ほどご紹介した中国の特色あるバリエーション銘柄をめぐってですね、その投資熱が、で注意をこう喚起するような、投資家に冷静さを求めるような文章を掲載しまして、これも相場の重荷となりました。このほか新型コロナへの警戒感も投資家心理の悪化につながっていきます。でその後なんですが、ご覧のように3200から3250ポイントの狭いレンジの中でですね、ボックス圏相場となってますね。3日続伸しては下落するってことを3回も繰り返しているわけなんですね。海外ではアメリカの金融政策や対中政策などの不安要因がありまして、一方中国国内では景気回復の鈍さや新型コロナ感染の再拡大などがありまして、それがですね、方向感を欠く展開の原因となりましたね。で、その先週水曜日以降もですね、この流れが続いていきました。続いて香港市場を見ていきたいと思います。こちらハンセン指数の動きですね。ハンセン指数は4月の下旬から5月の中旬にかけて1万9500ポイントから2万ポイントのボックス圏相場が続きました。でこの間なんですが、中国の特色あるバリエーション銘柄や大型 IT 株の商いが活発だった一方で、その G7 広島サミットや、アメリカの債務上限問題ですね、こうしたものが主にとなりました。続いて5月23日から5月29日なんですが、4日続落となりましたね。
アメリカの債務上限問題が悪材料となったほか、アメリカのインフレ見通し、あとは中国の景気回復鈍化、それにまあコロナ感染拡大などが相場の重荷となりました。5月31日には、中国の CFLP 製造業 PMI が市場予想を下回ったことを受けまして、ハンセン指数は前日比 1.9% 安で終了し、まあ、年初来安値を更新しました。ハンセン指数の5月の月間下落率なんですが、まあ、8.3% に達しましたね。しかし6月に入りますと、アメリカの債務問題、上限問題が決着したことでご覧のように買い戻されています。6月2日です。この日はですね、前日比で 4% 高となりました。そして先週水曜日以降なんですが、まあ、昨日まで5日続伸ですね。ただですね、売買代金は少なく、まあ、薄商いが続いてます。アメリカのブリンケン国務長官が近く中国を訪問するという報道が流れるなど、まあ、米中対立の緩和を連想させるようなニュースもありますが、まあ、米中両国の外交姿勢にはあまり変化もないようです。中国国内は新型コロナ感染が拡大する中で景気回復に鈍さがあります。しばらくはですね、低調な相場が続きそうな見通しですね。はい、わかりました。以上、直近の中国株式市場の動きについて解説いただきました。この後は知って得する情報コーナーです。知って得する情報コーナー。このコーナーでは中国にまつわるさまざまな話題を取り上げてまいります。今回はどんなお話になりますか？はい、今回はですね、中国の預金金利引き下げと題しまして解説していきたいと思います。はい。中国の国有銀行大手が、今月8日に預金金利の店頭金利ですね、店頭で表示された基準のような金利なんですが、これを一斉に引き下げました。さらに中堅銀行もですね、今月12日に、これの動きに追随しまして、預金の店頭金利をですね、軒並み引き下げていきました。こちらをご覧ください。こちらはですね、中国の銀行最大手の、まあ、中国工商銀行ですね、こちらの預金の店頭金利の変動状況をまとめた表です。普通預金と期間別の定期預金について、その変動をですね、左からこう記しています。また前回の金利からの変動も記載しています。この表のですね、真ん中ですね、を見ますと、中国工商銀行、昨年ですね、2022年9月15日に約7年ぶりに預金の店頭金利を引き下げました。この時なんですが、赤い数字が目立ちますように、まあ、普通預金から定期預金まで全て引き下げてますね。はい。それから、約9ヶ月後の今月8日に再び引き下げたんですが、今回はですね、普通預金と定期預金のうち、2年ものと3年ものに限定してます。こうした預金金利の引き下げについてですね、まあ、景気回復を促すために政策金利を引き下げる前準備ではないかと一部のメディアは報道しています。ただ個人的にはですね、その可能性は低いのではないかと考えています。政策金利の引き下げは可能性が低いというのは、なぜそのようにお考えなんですか？それはですね、アメリカとの金利差が広がることで、まあ、人民元資産を売って米ドル資産を買う動きが強まるからなんですね。はい、続いてこちらをご覧ください。これはですね、2018年からの米中両国のですね、長期金利と、あとオフシュア人民元相場ですね、今月12日までの動きを追っています。青い線がアメリカの長期金利で、赤い線が中国の長期金利ですね。そして、黒い線はオフシュア人民元相場でして、上に向かえば人民元高で、下に向かえば人民元安となってます。はい。2020年1月23日ですね、まあ、湖北省武漢市が封鎖されてから、まあ、コロナ禍がまあ本格化しました。これを機にですね、ここの武漢封鎖って書いてるところの近くの真下の青線を見ますと、青い線のですね、アメリカの長期金利、これを機に大きく低下するんですね。はい。一方、赤い線の中国の長期金利はそれほど低下せず、まあ、人民元相場ですね、黒い線も、まあ、その時は比較的落ち着いてましたね、武漢封鎖の時は。で、
中国はこの後ゼロコロナ政策で感染の封じ込めに成功するんですが、まあ、欧米や日本ではコロナが猛威を振るいましたね。でこうした中で、青い線のアメリカの金利が低下したことから、黒い線の人民元がですね、ドルに対して上昇していったんですね。はい。しかしアメリカでインフレが進行しまして何度も利上げが実行されますと、アメリカのこの青い線の長期金利もその後上昇に向かっていきます。そして上海封鎖ってこう書かれているところあるんですが、昨年3月末のことなんですが、上海市の都市封鎖が始まる頃には、まあ、アメリカと、中国の長期金利が逆転するんですね、はい、それまでは赤い線が上だって青い線が下だったんですが、うん、今度は青い線が上になってますからね。でアメリカの金利の方が高くなったことから人民元を売ってドルを買う動きが広がりまして、こちらの黒い線の人民元相場も急落していきます。で現在もご覧のようにですね、金利水準は青い線のドルの方が赤い線の人民元よりも高い状態が続いてますね、はい、でこうした中で人民元の金利を引き下げますと、つまり赤い線が引き下がると、まあ、ドルとの金利差、青い線と赤い線の差がさらに広がりまして、まあ、お金はね、金利の高い方にが買われますので、まあ、結果的に人民元売りを加速させてドル買いにつながっていくってなっちゃうんですね、うん、で人民元が下落すれば、まあ、中国では輸入品の価格が上昇しますし、まあ、人民元建ての株式も、まあ、売られるような流れになると考えられます。またドル建ての債務ですね、中国企業とかがこうドルで借金している場合、まあ、それも為替の影響でですね、外貨が高くなるんで、まあ、負担が増してですね、企業への悪影響というのも考えられますね、はい、ですので中国国内の景気回復は鈍いのですが、簡単には政策金利の引き下げには動かないと思います。はい、なるほど、分かりました。それでは今回預金の店頭金利を引き下げたっていうのはどういった意味があるんですかね、うん、まあ、それはですね、急激に増加しすぎた、まあ、預金を減らしたいからだと思います、うん、こちらをご覧ください、はい、こちらのグラフなんですが、これは中国国内の預金と貸し出しの増加額ですね、残高じゃなくて期間の増加額です、はい、一番右側は今年4月までの4ヶ月間の増加額、4ヶ月で増えた金額なんですが、その他はですね、1年間、年間の増加額となってます、はい、1月から12月末までのやつですね。で赤い棒グラフは国内の預金総額の増加額で、青い棒グラフは国内の貸し出しですね、まあ、融資なんですが、貸し出しの総額の増加額ですね。でこれを見ますと、昨年ですね、2022年から預金の増加が貸し出しの増加をですね、大きく上回ってますね。赤い棒グラフが上になってますよね。はい、これは昨年の都市封鎖などを受けてですね、リスクを避けて投資などに当ててた お金とかをですね、まあ、安全な預金に切り替える動きが急速に広がったからなんですね。その一方でこの青い棒グラフを見ますと、貸し出しの方ですね、あんま変わってないですよね。2021年とか2020年と、まあ、あんまり変化がなかったんですね、はい、で、まあ、変化がなかったその貸し出しを こちらのように分類してみたグラフなんですが、貸し出し増加額、先ほど出たものを個人向けの貸し出しと法人向けの貸し出しで分けたグラフです、はい、赤が個人向けの貸し出しで、青が法人向けですね。そして22年からこの青い法人向け貸し出しが増加が顕著ですよね。そうですね、はいはい、でこれは企業の資金繰りを支えるために銀行が低金利での融資を増やしたからなんですね。一方赤い個人向けの方なんですが、これはですね、例年の半分近くとなってますね。2022年なんかかなり低調ですね、はい、まあ、厳しいゼロコロナ政策で住宅市場が悪化してですね、まあ、住宅ローンを組む人が減った影響なんですね。でこれが貸し出しの増加を鈍らせました。一方預金ですね、こちらをご覧ください。これは預金増加額の内訳なんですが、青い法人預金に劇的な変化はないんですけれども、赤い個人預金がですね、2022年に急増していることが分かりますね、うん、で2022年の増加額は2021年の 1.8 倍で、2018年の 2.5 倍に匹敵します。2023年に入ってからもたった4ヶ月でですね、8兆7000万件ほど増加してまして、
この赤い棒グラフですね、右側のもう2018年の年間の増加額を超えてるんですね、うん、はい、で預金の構造も変化してるんです。こちらをご覧ください。個人預金と法人預金の増加額をさらに普通預金と定期預金で分けたグラフですね、はい、で赤が個人で青が法人、そして点線が普通預金で実線が定期預金です。で2022年に入ってからの預金の増加は、個人の定期預金の急増が最大の要因ですね、うん、で一番右の2023年に入ってからの4ヶ月を見ますと、普通預金は減少してるのに定期預金は増えてます。つまり普通預金を定期預金に切り替える動きが広がってるんですね。なるほど、はい、で2022年に入ってから、まあ、住宅市場は冷え込み、金融市場も米中対立を背景に低迷しました。人々はお金を消費や投資に回さず安全な銀行に預けてたんですね。しかもすぐに引き落とさない定期預金の方に預けてます、うん、中国の景気回復はですね、足元で鈍さが見られますが、まあ、過剰に溜め込まれた預金がその一因だったりするわけなんですね。でこの過剰な預金というのは利息を払う銀行の経営を悪化する要因でもあります。ですので今回の店頭預金の店頭金利の引き下げはですね、預金を減らすことが最大の目的と見られます。米中の金利差を広げるようなことはしないでしょうね。で、まあ、預金を減らして消費や投資を促すことが中国政府の最大の狙いではないでしょうか。はい、わかりました。今回は中国の預金金利引き下げについてお話しいただきました。それでは今日はこのあたりで失礼します。千原さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。